皆さんこんにちは。今日は久しぶりにですね、君津市の人見神社に来ましたよ、TK さん。いい天気ですね。いい天気じゃないけど。いい天気だよ。雨の予報だったけど。今まで暑すぎて死にそうだったもんよ。まあ過ごしやすくはなるね。そこからしたらもうね、超快適。もう最高ということで。今日はですね、なんか YL コンテストもあるらしくて、いい日なんでね、ちょっとね、ガツガツ更新していきたいなと思うんですけれども、はい、久しぶりのこの人見神社、なんと合同運用でございます。イエーイ。なんと神主さんにね、いいよって言っていただきまして、事前にね連絡しました、ということで、わざわざですね、都内から来てくれました早坂かすみ様でございます。こんにちは。この間のハムフェアお疲れ様でございました。お疲れ様でした。あの後即連絡してやりましょうみたいな。いいっすよ、お願いします。すごいスピード早い、スピード感で決まって合同運用でございます。ということで、ここがですね、私の住みかじゃないですけど、君津の君津の優しい神主さんがいる人見神社ですので、ちょっと運用の前にご挨拶いきましょう。はい、はい、まず挨拶させてしまして、これをね、やるんです、鳴らすんですね。はい、2回。お邪魔いたします。こんにちは。すみません、神主の石井さんでございます。すみません、急に連絡して運用させてくれと、はい、いきなり言いまして、神主さん、ちょっとインタビューなんですけど、はい、無線化が来ることについてどう思われてるんですか。無線の方が、はい、もうすごく、まあ、無線の方はすごく皆さん、はい、穏やかで特にこう散らかして帰るとかってことはないので、はい、すごくこちらとしても来ていただく分にはありがたいなと思って。よかったね。我々やっちゃって大丈夫かなって思ったけど、よかった。それでどんどんこう、まあ、知名度を上げていただくのも、ありがとうございます。ありがたいです。ちなみに神主さんはもち米の YouTube めっちゃ見てくれてますので、無線化の皆さん、悪いことは書き込まないように。ということで、今日よろしくお願いします。 CQ430、 こちらはジュリエットシエラー1、ヤンキージュリエットチャーリーポータブル1、千葉県君津市から運用しています。お聞きの局さんいらっしゃいましたら受信します。どうぞ。ジュリエットシエラーはノベンバーズ。ジュリエットインディアはマイク・ジュリエット・ケベック。ジュリエットシエラーはノベンバーの曲、もう一度コールお願いします。どうぞ。ジュリエットインディアはノベンバーズールアルファポータブル1。 JI1NZA ポータブル1曲、ありがとうございます。こちら JS1YJC ポータブル1です。2回目の QSO ありがとうございます。こちらジュリエットインディアはノベンバーズールアルファポータブル1です。旧定地東京都江東区、東京都江東区、ですね、ポタの運用です。有明西不登校 JP1800、 5-3 ですね、5-3を駆使します。こちらからもレポート5-3をお返しします。はい、よろしければ、では紙カード、紙カードで、交換よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。もろもろ、お気をつけて営業させてください。 ATA と失礼します。ありがとうございます。しております。お聞きの局さんいらっしゃいますか。受信します。どうぞ。ジュリエットエコー7インディアズールマイクポータブル2インディ J7IZM 局、ありがとうございます。こちら JS1YJC ポータブル1です。すいません、ポータブル運用場所、ポータブル聞いてもいいですか。どうぞ。はい、ピックアップありがとうございます。こんにちは、ポータブル2です。ポータブル 2、 静岡県寸東郡小山町モービルです。どうぞ。ありがとうございます。2回目の QSO ですよね。こちらは JS1YJC ポータブル1、千葉県君津市から運用しております。運用地の場所が聞き取れなかったんですけれども、すいません、もう一回教えてください。
はい、レポーター5959、レポーター5959をお送りします。移動地は寸東郡小山町、静岡県寸東郡小山町になります。お分かりですか？どうぞ。ありがとうございます。静岡県寸東郡、寸東郡というところで、私あまりちょっと地理の富士山のところですか、こちらも59で非常にクリアに入管しておりますが、結構距離がありますね。はい、いつも突拍子もないところでね、QS をいただきましてありがとうございます。どうもありがとうございました。またぜひよろしくお願いしたいと思います。各局にごサービスください。ありがとうございました。寸東郡山道かと思いますので気をつけて移動してくださいね。それではファイナルとさせていただきます。ありがとうございます。さようなら。寿司からです。お聞きの局さんいらっしゃいますか？どうぞ。こちらジュレットスカーワン、ビクターシエラエコー、神奈川県横須賀、どうぞ。ビクターシエラエコー、東京都サマスからです。よろしく。各局ありがとうございます。 JO1VSE、 JS1Y、クエスチョン、こちらジュレットスカーワン、ビクターシアライコーです。シグナルリポート5959をお送りします。ファースト QSO かと思います。神奈川県からありがとうございます。こちらからもレポート5959で入館しております。カードはね、こちらからもジャールを送ってきますのでよろしくお願いします。どうぞお返しします。またつながりましたらよろしくお願いいたします。これにてファイナルです。さようなら。です。お聞きの局さんいらっしゃいますか？どうぞ。ジュリエットケベックワン、チャーリー、ジュリエットキロ、 JQ1CJK 局ありがとうございます。了解です。13回目やね。おなじみですよね。おなじみの方やね。レポート同じく5959で横浜磯国です。昨日はちょっと京都市内でちょっと伸びすぎてしまって1時間ぐらい本当は早く入ってくるつもりだったんですが、今帰ってきたばっかりです。またお願いいたします。 J3YJC ポータブル1、こちらは JQ1CJK どうぞ。京都で飲んでたということで本当に非常に遺憾です。今日は隣にもう一人 YL 局がいるので、またゲストオペレーターが登場しますんで2日酔いかと思いますけど頑張ってください。はい、ということでもう終わりです。さようなら。73レッツ2日酔いクラブ、バカ野郎。かぶったもち米クラブ、さようなら。お願いします。はい、では参ります。はい、はい、CQ430、 こちらは JS1YJC ポータブル1、ゲストオペレーター早坂です。お聞きの曲の方いらっしゃいましたら受信いたします。どうぞ。ジュリエット、アシジュリエットノベンバー1、リマーアルファユニフォーム、JS ジュリエットマイク1、フォークショットデルタチャーリー、 LAU お呼びいただきありがとうございます。まずは JN1LAU 局、 JN1LAU 局、こちらは JS1YJC ポータブル1、もち米クラブさんのコールサインでゲストオペレーター早坂です。一度お返します。どうぞ。はい、了解です。 JS1YJC ポータブル1、こちらは JN1LAU ジュリエットノベンバー1、リマーアルファユニフォームポータブル1、東京都多摩市です。早川さん、どうもこんにちは。ハマキャンの時はね、お会いした時にありがとうございました。はい、お隣にいらっしゃる渡辺様、ハムフィアの時はお世話になりました。お世話になりました、はい。ようやく更新することができました。蓮光寺、多摩市蓮光寺ってところの、ね、高台上上がってきております。5959で東京都多摩市です。よろしくお願いします。どうぞ。こちらも千葉県君津市の人見神社からシグナルを出して59プラスでお返します。どうぞ。じゃあカードの方もね、ぜひね、JR 経由でご交換の方をお願いいたします。はい、本日の移動運用ご苦労様でした。ツイッターの方ずっと拝見しておりました。隣の渡辺様にもよろしくお伝えください。何ですか、ありがとうございました。ありがとうございました。またつながりましたらよろしくお願いいたします。では失礼いたします。次受信いたします。どうぞ。2
ジャパンアメリカ1ビクターリマインディア。ベターノベ。ジュリエットマイク1フォックスロットデルタ。各局お呼びいただきありがとうございます。JA1VLI 局お返しますどうぞ。はい、ピックアップありがとうございます。13YGC オペレートハヤストカさん。こちらはジュリエットアルファ1ビクターリマインディア。これ差し入れくれました。先ほど、渡辺さんに大ボール行ってきました。ちょっとお会いできないの残念ですけどね。今後ともよろしくお願いします。お返し、リポーター59です。どうぞお返しします。はい、レポート59ありがとうございます。こちらも同じくシグナル59オーバーで受信しております。差し入れを持ってきていただいたのということでありがとうございます。私も受け取りました。後で美味しくいただこうと思います。一度お返ししますどうぞ。はい、了解です。隣のキムチ市の、キミピョンっていうお菓子ですけど、あ、そう、まさにクッキー、あの地元のものなんで、お召し上がりください。どうも、ありがとうございました。またこちらの方にお越しください。セブンティースリー、ありがとうございました。クッキーも先ほど頂戴いたしました。またそちらも合わせて美味しくいただきます。ありがとうございました。さようなら。他にお聞きの曲の方いらっしゃいましたら受信いたします。どうぞ。ジュリエット公安ノベンバーアルファリマポータブルは公安ノベンバーアルファリマ、ジュリエットマイク1フォックスロットデルタチャーリー、合ってる。ジュリエット公安ノベンバーアルファリマ、はい、高速お呼びいただきありがとうございます。早いんだ。 JE1NAL 局とお返します。どうぞ。 JS1YJC ポータブル1オペレーター早坂さん、こちらは JE1 ノベンバーアルファリマポータブル1です。どうも、冒頭ありがとうございました。基局の信号5959で入荷してます。決定値は神奈川県横須賀市、横須賀市になります。移動運用してます。はい、横須賀市からシグナル59ありがとうございます。こちら千葉県君津市の人見神社から同じくシグナル59お返しいたします。君津市人見神社から高級のレポートありがとうございました。キューブルカードはビューローへ発送しておきます。どうぞ。 ありがとうございます。はい、カードの件了解いたしました。よろしくお願いいたします。こちらからもお送り、お送りします、お送りいたします。お返します。どうぞ。はい、了解です。どうもありがとうございました。君津市と横須賀市は海を隔てた隣になりますんでね、また聞こえてましたらよろしくお願いいたします。私ホーム QTH は同じ横須賀です。ホームの方がロケーションが悪いんでですね、移動で無線楽しんでます。またお願いします。はい、ありがとうございました。またつながりました際にはよろしくお願いいたします。失礼します。引き続きこちら受信いたします。どうぞ。ジャパンジャパンワンリマ日本ビクトリア JJYLUV ビクターチャーリー、ビクターチャーリー、これ合ってるかな、ちょっとわかんねえや。はい、各局お呼びいただきありがとうございます。 JJ1LNV 局でお間違いないでしょうか。お返しいたします。どうぞ。こちらでジャパンジャパン1リマ日本ビクトリア JJ1LUV ですね、 LUV ですね、ホーム決定地は大堀です。すぐ近くの大堀になります。どうぞ。はい、大堀からシグナル59ありがとうございます。そしてこちら人見神社の構内から同じくシグナル59お送りいたします。紹介します。どうぞ。ピックアップありがとうございました。ちょっと分からなかったんですけどね、フレンド曲がね、あれもち米さんでね、クラブ曲で出るっていうことでね、今ゼロに合わせたらね、皆さん、お声掛けしたんでね、お声掛けさせてもらいました。今後ともよろしくなれます。はい、ありがとうございます。人見神社から数百メートルくらいしか離れてないとのことで、もしよかったらお時間あったら人見神社までお越しいただいてもよろしいんですよ。全然よろしいんですよ。カードの方はビューロ経由でお待ちしておきますんでよろしくお願いします。どうぞ。はい、カードの件了解いたしました。こちらからもお送りさせていただきます。またつながりました際にはよろしくお願いいたします。では失礼いたします。さようなら。皆様もう一度お声掛けいただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。こちらはジュリエットキロ1パパシェアケベック、ジュリエットキロ1
パパシエラスケベル3フォックスロットデルタチャーリーパパビクターチャーリーポーターウルワンドよ。はい、各局お呼びいただきありがとうございます。JK1PSQ 局 JK1PSQ 局一度お返しいたします。どうぞ。こちらはジュリエットキロ1パパシエラケベック、こんにちは、ピックアップありがとうございます。こちらからシグナルは59プラス10デシベルぐらいで来てます。とても強力です。こちらの QTH は横浜市金沢区、横浜市金沢区 JCC 人人丸人丸8です。はい、横浜市金沢区からシグナル59ありがとうございます。同じくシグナル59でお返しいたします。JK1PSQ、 こちらは JS1YJC ポータブル1早坂です。お返します。どうぞ。はい、どうもありがとうございました。カードは JAL ビューロ系で、他の方もお待ちのようなので、これにて失礼しますね。ありがとうございます。それでは88さよなら。優しいですね。はい、カード券了解いたしました。こちらからも送らせていただきます。で、引き続き受信いたします。どうぞ。ポータブル1、ポータブル1の曲いきましょう。最後ポータブル1の曲、各局呼びいただきありがとうございます。最後ポータブル1の曲、ポータブル1の曲いっぱいいたらどうしよう。どうぞ。でどうぞ。ジュリエットキロ JE4OVA のポータブル1、ポータブル1。じゃあもうジュリエットキロ1の曲、ポータブル1、ちょっと絞っていくスタイル。そうはい、各局お呼びいただきありがとうございます。 JK1 局、こちらは JS1YJC ポータブル1、もちごめクラブさんのコールサインからゲストオペレーター早坂でお送りしております。お返します。どうぞ。ジュリエットキロ1、ジュリエットキロ1、フォックスロットキロ、ジュリエット JQ1、フォックスロットキロ、JJ ですけど、そこまでの人に行っちゃう。ポータブル1来れますでしょうか。いっぱいだもう FK JK1 いっぱいいましたね。失礼いたしましたJK1 フォックスロットキロ局、 JK1 フォックスロットキロ局、了解しました。 JS1YJC でよろしいですか。もちごめアマチュア無線クラブ早坂さんでよろしいですか。こちらはジュリエットキロ1、フォックスロットキロ、ジュリエット JK1FKJ、 神奈川県は足柄上郡です。はい、 JK1FKJ ポータブル1局、こちらは、千葉県君津市の人見神社からシグナル59でお返しいたします。一度お返します。どうぞ。あ、人見神社了解です。また一つね、あのカードの方は発行してません。こちらからも5959をお送りします。はい、カードの件、ノカードの件了解いたしました。またお話できる機会ありましたらよろしくお願いいたします。失礼いたします。受信いたします。どうぞ。ジャパンマイクはホテルホテルケベック、福岡市長井御殿から JS1YJCJM1HQ です。取れますか。どうぞ。 TO1TVSJN1HHQ 局、 JM1HHQ 局、こちらのコールはジャパンマイク1ホテルホテルケベック、シグナルレポートは5757です。どうぞ。はい、神奈川県横須賀市からシグナル57ありがとうございます。こちら千葉県君津市の人見神社から、こちらはシグナル59ですね、お送りいたします。はい、57のレポートを送っておきますね。はい、はい、ノー QSL カードでよろしくお願いします。どうぞ。カードの件了解いたしました。はい、またお声聞こえました際にはよろしくお願いいたします。引き続き受信いたします。どうぞ。ジャパンジャパンはクロスターブラボー、ちょっとデルタチャーリー、 JJ1 よろしくお願いします。ボタンモーチクラブ、ジュリエット敵陣が現れた当時ユニフォームミスティズルーポータブル1JJ1F 局、 JJ1 フォックスロット局、
JS1YJC ポータブル1オペレーターゲストペア早坂さん JJ1FPH です。こんにちは。お取り上げありがとうございます。59オーバーで59で横浜市港南区です。横浜市港の南港南区です。横浜市からシグナル59ですかね。ありがとうございます。こちらは千葉県の君津市ひとみ神社から同じくシグナル59お返しいたします。はい、了解です。59君津市のひとみ神社からありがとうございました、横浜市港南区になりますね。港の南横浜港南から59でした。カタビル系でねお届けさせていただきます。今日ねピックアップありがとうございました。これからもねよろしくお願いいたします。はい、片付け了解いたしました。こちらからもお送りさせていただきます。またお話できる機会ありましたらよろしくお願いいたします。失礼いたします。さようなら。次受信いたします。どうぞ。ジュリエットキロ1エクスレイインディアゴルフ JKYXIG ポータブル1。あ、インディア。どうぞ。クランキーマイクープン。何だった？ JK1 ポータブル1。ジュリエットキロ1ユニ曲お呼びいただきありがとうございます。JK1XRAY 曲ピックアップいただきましてありがとうございます。こちらは JK1XIG ポータブル1、千葉県君津市移動、お二方、ハムフェアではありがとうございました。こちらご存知かもしれないですけども千葉県君津市ひとみ神社からシグナル59お送りさせていただきます。はい、59確認です。ありがとうございます。今いる場所はですねひとみ神社の下の方になりますね。まだ上がってきたよ。2人でちょっと移動しながらちょっとやっておりました。後で お伺いします。ひとみ神社ね。はい、ありがとうございます。後で来てくださるということでお待ちしております。本当にお待ちしております。ピザマン食べ、ピザマン食べたいな。渡辺さんがピザマン食べたいそうです。JK1XIG ポータブル1、ね、こちら JS1YJC ポータブル1早坂でした。また後ほどお会いしましょう。失礼いたします。さようなら。はい、了解しました。ピザマンかな。はい、あったらちょっと買ってきます。はい、ありがとうございました。失礼します。いい受信いたします。どうぞ。ジュリエットゴルフジュリエットマイク1フォックスロットデルタチャーリー JM1FDC 局。はい、ピックアップありがとうございます。こちらは JM1FDC です。こちらから59をお送りします。 QTH は東京都港区、東京都港区です。はい、ありがとうございます。こちらは千葉県君津市ひとみ神社からシグナル59お送りさせていただきます。で、59レポートもありがとうございます。カードはジャールビールでねご交換よろしくお願いします。はい、こちらからもお送りさせていただきます。ゲストオペレーター早坂でした。ありがとうございました。さようなら。オペレーター変わりますので皆様もう少々お待ちください。はいはいはい、ありがとうございます。11かな。そう、ワイエルさんと更新してないよ今日。ワイエルと更新できると思ったのに。はい、引き続きこちらもち米クラブで周波数をお借りしておりますが、ここでですねワイエル局さんがいらっしゃいましたら、更新させていただきたいです。今更新を聞いているワイエル局さんいらっしゃいましたらコールしていただけたらと思います。どうぞ。誰もいない。誰もいないよ。静岡県御殿場からおじさんお願いします。非常に面白かったので御殿場のおじさんをピックアップしようと思います。コールサインお願いします。はい、すいません、おじさんで JL2KEP です。ジャパンリマ2キロエコーケベック。やっと更新できました。よろしくお願いします。どうぞ。ファースト QSO かと思います。JL2KEQ。JS1YJC 渡辺さん、君津市移動ですね。こちらは JL2KEQ です。コールサインその通りです。リポートは 5&5、55。静岡県御殿場からです。ファースト QSO ありがとうございます。
先ほどから、御殿場のおじさんが面白くて早坂様の時からいつ取れるかと思いきや、頑張ってコールしてくれてありがとうございます。カードはいかがなさいますか。ちょっと落ち込んじゃいました。JCWATAMEさん、LTKEK です。はい、ファーストケースありがとうございます。ぜひJRL ヤロでカード1枚交換いただけないでしょうか、はい、またつながりましたらよろしくお願いいたします。こちらは JS1YJC ポータブル1オペレーター渡辺でした。またお会いしましょう。さようなら、たくさんお声掛けありがとうございました。またつながりましたらよろしくお願いいたします。レッツもち米クラブ、ボタモチクラブ身長が強い強いありがとうございました。さようなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。いつもハンディーキーだもん。そうなんですよ。初のなんか固定というか、なんかこのコロマイクいかがでしたか。使いやすいですね。手が空くんですよ、やっぱり。ハンディーキーってハンディーキー持ってマイクこっちで持ってって、両手が塞がって、あとこのアンテナの位置とか調整しながらで肩こるんですよね。確かに。これ動かすと聞こえなくなっちゃう。そうなんですよ。確かに。とても楽ってなります。とても楽だそうです。とてもやりやすい。とても楽だそうです。ヤギアンテナがいいんじゃないですか。めっちゃ上手だと思います。ありがとうございます。私本当に底辺なんで、誰のことも何も言えないです。はい、ということで皆様、今回はゲストオペレーター早坂和美さんでした。この様子はラジオライフさんに載せていただけるということで、10月25日発売の、ラジオライフ12月号をご覧いただきますと、坂様のコーナーで、はい、今回の運用の様子を記事にしてくれるということで、楽しみ。どんなになるかしら。もしかしたら大増刊号になるかもしれない。ページが増えてしまうかもしれない。ページが増えるかもしれない。どうでしょうか。その皆さんがね、あのラジオライフさんによかったよかったよかったって言ってよかったよってくれたら、そうですよ、袋閉じになるかもしれない。ショット写真が増えるかもしれない。そうということで、皆さんぜひ、あ、そうですね、たくさんゲットしていただいて、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。